Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome, how are you guys doing today, guys? For today, I'll be reacting to a video, 15 Japanese inventions that now completely dominate the world market, guys. But before I get started, please do not forget to give this video a thumbs up and kindly subscribe to my channel, guys. Without further ado, let's check this out together.世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのその辺の主婦子です。日常生活で私たちが普段何気なく使っているものに改めて目を向けてみると、生活を飛躍的に便利にしているアイテムがたくさんあることに気がつきます。そしてそれらの中に日本発祥のものが意外と多くあることをご存知でしょうか。その影響の大きさは、海外サイトがたびたび日本の発明に関する記事を取り上げるほど。今回は外国人が選ぶ日本の発明品15選と、それに関する海外の人々の反応をご紹介します。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。本題に入る前に一つ前置きがあります。発明品の第一人者と呼ばれるには、それを世界が広く認知する必要がありますが、歴史上には功績が認められないまま埋もれてしまった開発者も多く存在します。日本発祥として知られているものを調べてみると、正確に言うとそうとは呼べないものもありましたが、世界で知られていることを前提とし、日本の発明としてご紹介させていただきます。まず15選に選ばれずとも、世界に大きな影響を及ぼした発明品についていくつかご紹介していきましょう。ネット上で 92% の人々が利用するコミュニケーションに欠かせない絵文字。昨今のストリーミング配信サービスへの道を切り開いた発明といえるビデオテープレコーダー。発明当時、保存料を使わずに常温保存できるという夢のような話を実現させたレトルトカレー。現在では市場規模が約1860億円となった自撮り棒。ちなみにこれは1980年代に上田博史氏が発明しましたが、1990年代半ばには珍発明品として揶揄されるなど、普及しないまま2003年に特許は期限切れとなりました。時代を先取りしすぎたようです。お待たせしました。それでは海外の人々が選ぶ日本の発明品15選をご紹介していきましょう。15位、蚊取り線香。夏の風物詩の一つですね。そして世界では地球上で最も人間の命を奪っている生物、蚊への重要な対策品だそうです。14位、自動改札機。硬貨を投入する自動改札機は1920年代から世界に存在したようですが、多停止電機が磁気データのデジタル信号を活用し、切符の情報を瞬時に読み取ってノンストップで通り抜ける光景を生み出しました。13位、ビーチサンダル。戦後日本の草履に感銘を受けたアメリカのデザイナーと日本のゴム製造会社内外ゴムの職人が共同作業で作り上げた絆の証なんだとか。当時のハワイでは1ヶ月に10万足を売り上げたそうです。12位、ウォークマン。これが開発される以前は大型のラジカセプレイヤーが主流。どこでも大音量で音楽が流れていたため、80年代のニューヨークなどでは騒音条例が導入されたとか。ウォークマンが持つ静かに楽しめて音楽を持ち歩けるという革新的なアイデアは、姿を変えて現代でも受け継がれていますね。11位、やいかん電池。世界で初めて乾電池の発明に成功した八井咲蔵氏ですが、特許申請費用が工面できず取得できなかったそう。現在の乾電池のスタイルを確立したこの商品は、当時の乾電池界のシェアを掌握し、乾電池王と謳われるまでになりました。10位、胃カメラ。人体の内部を見るという試みには
長い歴史があるようで、1868年剣を飲み込む芸を披露していた大道芸人にドイツ人の医師が直径 1.3 センチほどの金属管を喉に入れたのが生きた人間の胃を初めて覗いた出来事だそう。現代において医療現場で実用化し進化を続けて人々の命を救っているのは日本企業オリンパスの技術です。9位、旨味調味料。甘み、酸味、塩味、苦味に加え新たな基本味として1908年に科学者の池田菊苗氏が発明した旨味。昆布や椎茸などの天然由来である旨味を人工的に作り出した味の素は世界でもおなじみの調味料だそうです。8位、電気炊飯器。東南アジアや世界の日系人の間でオートマチックライスクッカーの名で好評を博したそう。これにより時間の余裕ができた女性の社会進出が進んだりと台所以外へも影響が波及したとか。7位、 QR コード。今ではあらゆる分野で活用されるこの技術は1994年愛知県にあるデンソーが開発しました。当初の目的は自動車部品の生産管理のためでしたが、特許を取得しこれが広く世界に使われるよう無償で提供、そしてこれを読み取るリーダーを製造販売し利益を得るというオープンクローズ戦略を行いました。6位、 3D プリンター。1980年に名古屋工業研究所の小玉秀夫氏が原理である構造形法を発明。当時は他の技術者に評価されず、小玉氏は自分のセンスがおかしいのかと思い悩み、特許出願後の審査請求を行わないまま弁護士に転職したそうです。5位、新幹線。1964年東京と新大阪を結ぶ東海道新幹線が開業しました。現在でも世界最高クラスの速さを誇り、その安全性も世界随一として知られています。4位、ファミリーコンピュータ。1983年任天堂から発売以来世界で6000万台以上の大ヒット。それから30年以上たち発売されたスイッチは累計1億1000万台に達しているそう。任天堂の名前は世界に轟き続けています。3位、カーナビ。世界初のカーナビは1981年ホンダが開発。当時は地図シートをセットして走行軌跡を表示するものでしたが、その後マツダから初の GPS カーナビ、そしてトヨタから初のルート案内カーナビがそれぞれ開発されたそうです。2位、カラオケ。今や世界中の人々に愛される娯楽の一つ。しかしその定義がバラバラなため、カラオケを最初に発明した人は20人はいると言われているそう。いずれにしても日本発祥の文化であることに変わりはなく、フィリピンではカラオケを楽しむ権利を否定することはその人の心臓を止めるに等しいと言われるほど大切な文化なんだとか。1位、インスタントラーメン。日本の技術力が凝縮されているそうそうたるランキングの中で1位がインスタントラーメンと少し違和感があるかもしれませんが、海外の人のコメントを見てみると1位に選ばれた理由も納得させられるものでした。日本の発明品でどれが一番優れているか、この話題にたくさんの意見が飛び交っていましたので、ここからはそれを一緒に見ていきましょう。海外の反応。これを見たら日本の偉大さがよくわかるよね。今の生活に欠かせないものばかりじゃないか。革命を起こした技術の歴史そのものだよね。圧倒されるラインナップだよ。日本人は創造的で一流の人たちばかり。順法精神も強いし、日本はアジアの国々の模範だよ。人類で一番先進的な民族ってことでいいと思う。天才たちの宝庫だよな。俺の中で日本といえば革新の国ってイメージだ。寿司をリストに入れるのを忘れてるぞ。アニメの存在も忘れてもらっちゃ困るぜ。
あれは多くの人の人生を変えたんだから。日本が戦後これだけ急速に先進技術国家になったのはとても奇跡的なことだと思う。これ以上に世界に衝撃を与えた例はないはず。自分はカラオケとインスタントラーメンが頭に浮かんだよ。正直即席麺を超えるものなんて存在しない。他のものは発明当初に比べると別物ともいえる進化を遂げるか、もしくは消えている。しかしラーメンはほぼ開発された当初のままじゃないか。日本には心の底からの感謝しかないよ。フィリピンで即席麺は一般家庭の主要食料なんだ。このおかげで貧困層も飢えがない。そしてそのおかげで革命が起きず、国は安定を維持できるんだ。確かに全ての革命は食料不足から発生するって歴史の教師が言ってた。光ファイバーも日本人の発明なんだぜ。今こうしてみんなとつながれているのも日本のおかげってことさ。世界を変えた日本の発明品といったら新幹線だろ。新幹線でインスタントラーメンを食べたら完成ってことだな。青色 LED を忘れてはいけない。俺も真っ先にそれが頭に浮かんだよ。ランキングにないのが不思議だよね。1位でいいと思う。光を次のステージに押し上げたんだから。宮脇明が作り出した植樹メソッドも忘れないで。日本人は地球をも救うんだな。絵文字&自撮り棒をウォークマンと並べちゃダメだろう。そりゃあ精密さとかを考慮すれば格段に差があるだろうけど、絵文字のない世界なんて退屈すぎるよ。絵文字って日本発祥なの？毎日使ってるけど初耳。アキラ・ヨシノ博士が他の2人の博士と共にリチウムイオン電池の開発でノーベル賞を受賞されたね。スマホやノートパソコンに使われているわけだけど、もしこれがなかったとしたら僕たちが現代社会で生活を送ることは非常に難しい。実はフロッピーディスクを開発したのも日本人らしいね。フラッシュメモリーもな。古い古い。日本がネット世界にもたらした偉大な発明は QR コードさ。開発した伝送は無料で開放してるんだよ。こんな偉大な振る舞いは日本人しかできないだろう。日本人の勤勉な国民性は日本人によって形成された。それも一つの重要な発明の一種だと思うんだ。うまいこと言うね。数多くの偉大な発明をしてきた日本人に敬意を。もし人類が全て日本人だったら、俺たちはもうすでに別の銀河に到達していたかもね。以上が海外の人々の反応でした。とてもたくさんの称賛の声が寄せられており、私たちが認知している以上に日本発祥の発明品は広く知られているようでした。今や世界各国で販売されているインスタントラーメンは、1958年に日清食品創業者の安藤桃福氏が発明したと朝ドラにもなり話題を呼びましたが、実は安藤氏の発明ではないとの説もあるようです。元祖即席麺を発明したのは台湾のあるお店の店主で、当時その市場は特許紛争も絡んだであろう戦国時代であり、その中で最終的に勝ち残って特許をも買い取ったのが安藤氏だったんだとか。自分が先行して発明していながら重要性に気づかないまま放置し、他の人に成長市場を握られた、そういった技術は歴史上少なくないようです。しかし発明こそせずとも、インスタントラーメンの将来性を見出し、特許を固めてビジネス化し、大金を投じて世に広めた彼の功績は、現在の世界で必要とされている現状と評価を見ると異業であったことに変わりはないのかもしれません。現在インスタントラーメンは栄養失調や生活習慣病という問題でさえ解決しようと取り組んでいるそうです。大衆に知られていないことを新たに始める行為は少なからず勇気が必要となります。誰かのためになるかも。その可能性が自分の中にある限り、勇気を振り絞ってチャレンジすることが未来を変えていくのかもしれませんね。動画を最後までご覧いただき、 This is so beautiful, the video. It's so awesome, guys. I really enjoyed watching this Japanese video, guys. Japanese
inventions. Wow, guys, this is a great job. Wow, this is good, guys. I love the cup noodles. Great thing about the cup noodles is that you can eat them with just water, fork, and chopstick, you guys. This is so wonderful, guys. It is excellent and emergency food. Wow. Japanese people respect craftsmen and engineers. So that's it for this video. Do not forget to give this video a thumbs up and kindly subscribe to my channel. Like, share, and drop your recommendations. See you guys in the next video. Bye.